こんにちは、木下ゆうかです。今日は人気のお菓子を手作りしてみたいと思います。メロンパン、セブンイレブンで買ってきました。それにスーパーカップバニラ、メロンパンに切り込みを入れて温めてきました。熱っ。こういう感じです。スーパーカップもちょっと硬くて入れにくそうだったんで 10秒ぐらい温めました。20秒ぐらいかな。スーパーカップも温めて、こういうドロドロの感じに、ちょっと柔らかい感じにしました。うん、美味しい。こうです。はい、アイス入ってます。いただきまーす。うん、あったかいメロンパンの中に冷たいバニラアイスが入っとって超うまいっす。おいしい。やっぱりメロンパンがあったかいっていうのにポイントですね。挟まんと直接つけます。ごちそうさまです。もうやっぱりもうあったかいものに冷たいアイスが作って鉄板ですよね。超美味しいです。バニラアイス、カリッ、ちょっとメロンパンがカリッとしてるんですよね。そこにあったかいメロンパンに冷たいバニラアイスが加わって、すごい美味しいです。じゃあみんなも食べてみてください。ではまた、さようなら。またね。